カーズのしなみです。秋季アイゼールレギュラーシーズン1位通過できて準決勝からのスタートなんですけど、プレーオフ全部勝って優勝したいと思います。スカーズが優勝します。こんにちは、データディビジョン所属アルフです。今シーズンもプレーオフに進出できたのでとても嬉しいです。特に今シーズンは4連覇っていう、初めてのもう4連覇っていうのが初めて、多分全チーム含めても初めてなので、それ4連覇できるように頑張ります。 We are Zeta Division。 リジェクト所属のアイボリーです。プレーオフ、決まって嬉しいです。優勝を目指して頑張りリジェクト。フェンネルのユンピーです。レギュラーシーズンではあまり勝ててなくて、序盤もあまりいい成績ではなかったんですけど、かなり仕上がってきているのでプレーオフでも頑張ります。フェンネルウィン。ハブゲーミングに所属しているリーダーのフェリックスです。プレーオフに進出できてとても嬉しいです。応援してくれる方に勝ってるところを見せれるように練習頑張ります。俺たちが時代を塗り替える。 AWG のゆかきなです。夏はプレーオフに進出することができなかったので、プレーオフに進出することができて、安心してます。プレーオフも一勝でも多く勝てるように頑張ります。下克上を果たしに来ました。